ティッシュペーパーを1枚ハサミで切り取り、両面テープ、レースのカーテンにします。ボルサリーノ2を作る第9回にして最終回、完成まで駆け抜けてまいります。 3D プリンターで自作したマーカーランプをダッシュボード前側に貼り付けます。コメントでブルードラゴン様に教えていただきました。キャブの中にマーカーランプが入ってたんですね。フロントガラス越しにマーカーを光らせてるんです。確かにナイトシーンで内側から光っててかっこいいんですよ。キャブを組み上げます。バスマーク、フロントグリルの取り付け、フロントバイザーの取り付け、プラ角材を適度な長さにカット、グリル下、甲州街道無線連合の看板のステーにします。ドアハンドル、各ハンドルの取り付け、サイドバイザー、はしごの取り付け、 G クリアを使用します。ぴったりくっつけたかったので5分程度乾かしてからくっつけます。位置をしっかり決めてからはしごもくっつけます。ヘッドライトレンズの取り付け、こちらも G クリアを使用します。塗料皿に出した G クリアをエナメルシンナーで溶かしました。接着剤の粘度を下げて塗りやすくしています。クリアパーツとメッキパーツの接着、通常のプラモデル用接着剤ではメッキパーツがくっつかず、瞬間接着剤だと発火してしまうためこの方法をとっています。ウインカーの塗装、下地をシルバーに塗装します。フロントバンパーの取り付け、はみ出した G クリアはエナメルシンナーでこそぎ落とします。 3D プリンターで制作したボルサリーノクラウンシートデッキ、キャブ天井のスリットに合わせて溝を入れます。マーカーランプを取り付けて、クラウンライトを取り付け、ガーデンフェンスをくっつけます。こちらも G クリアを塗布し5分程度時間を置いてからくっつけます。はみ出たジークリアをエナメル溶剤で除去します。アンドンの取り付け、 3D プリンターで自作した長板、割り箸にくっつけてまとめてホワイトで塗装しました。こちらをボディに割り付けていきます。
サイドバンパーの看板、デカールが剥げてしまいました。塗装してごまかします。こちらも、デカールの段差を削ろうと思って、削りすぎました。上から塗装してごまかします。続けて帳板も塗装します。マーカーランプの裏側、まとめてシルバーで塗ります。そして切り出し。ボディに貼り付けていきます。指定用の穴を開けます。穴は貫通させずに接着面の溝を掘り込むイメージです。プラ棒をあんどんの裏側に仕込んで指定にします。おっと、デカールが浮いてきました。怖い怖い。あー取れた。こう、あー、こう。デカール糊を塗り直してまたくっつけます。ラジペンに何か不純物がついちゃってたんですね。ちゃんと拭き取ってなかった。大失敗です。動揺してピンボケしてますね。これで貼り直します。リアバンパーにマーカーランプを接着していきます。3D プリントしたマーカーランプ、こちら今回全部で2つ使いました。サポート材につけたまま塗装したため結構楽でした。 3D プリントするための STL データをブースで公開いたしました。詳細欄に URL を貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。ゼリー状瞬間接着剤でつけたので、アルデコの瞬間硬化スプレーで固定します。ライト周りの墨入れ、
さらにマーカーランプを追加していきます。おっと、ワイパーの取り付け、流し込み接着剤で固定します。0.3mm ステンレスワイヤーを無線のアンテナとして取り付けました。虫ピンの先端にゼリー状瞬間接着剤を盛り付けます。瞬間硬化スプレーで硬化。フロントフェンダーポールにします。漫画用のホワイト修正剤、綿棒につけて垂れゴムにストライプを入れます。皆様、大変長らくお待たせしました。完成です。ボルサリーノ2を作る第1回の動画が11月でした。足掛け5ヶ月にわたり本シリーズを見続けていただいた皆様には感謝しかありません。初めて挑んだ 3D モデリングではかなり苦労しました。やっとの思いで出来上がったデータ、 3D プリンターで初出力してみたんですが、部品が細かすぎて強度が足らず、ゲートを切るたびにパーツが折れるという悲劇にも見舞われました。後から 3D プリンター本体よりもはるかに高い超音波カッターが必須ということも知りました。その時にはすでに手持ちの資金がショート、いたたまれず現実逃避し、トラックのイベントに逃げ込みました。見るもの全てが新しく新鮮で楽しい竜宮城のような時を過ごさせていただいておりましたが、暁イベントでトラックモデラーの皆々様と出会い、目が覚めました。逃げていた目の前の現実に立ち向かい、超音波カッターを購入、手習いにスケバンデカの鉄仮面を作り、夜通し 3D プリンターを打ち鳴らし、家族に怒られながらもどうにか 3D プリントにも慣れてまいりました。一人ではまず途中で投げ出していたと思います。なんとか今回完成まで取り付けたのは、こちらの動画を見ていただいていた視聴者の皆様、そして温かいコメントをくださった皆様のおかげでございます。またこれからもどんどん作っていきたいと思っておりますので、引き続き、ご視聴コメントの方よろしくお願いいたします。
作成したモデリングデータブースにアップいたしました。ピクシブ様で提供されている創作物の総合マーケット、今回作成したモデリングデータを STL ファイル形式でダウンロードできるようになっています。お手元に 3D プリンターがあれば同じものが作れます。ただしクラウンガーデンフェイスケツブタに関しては超音波カッターがないと多分パーツ欠けちゃうと思います。最初は全部無料でダウンロードできるようにしちゃおうかなと思ったんですが、それだとさすがに物産にも悪いので長板とマーカーランプだけ値段をつけてみました。詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひお立ち寄りください。